ウィリアム・ヘンリー・アイアランド、不詳の画家の作品に習って、フレデリック・マッケンジーが制作した手彩色天国、1818 18年、ナショナル・ポートレート・ギャラリー、ロンドン・ウィリアム・ヘンリー・アイアランドは、シェイクスピア関連のものと称する文書や戯曲を、偽造したイングランドの元作者である。詩人やゴシック小説作家、歴史作家としてはあまり知られていない。宣令名は、 ウィリアム・ヘンリーだとされているが、生涯を通してサミュエルとして知られ、多くの資料にサミュエル・ウィリアム・ヘンリー・アイアランドと記載されている。ウィリアム・ヘンリー本人は自身が1777年にロンドンで生まれたと主張し続けたが、後に発見された資料によって、本人の主張より2年早い1775年8月生まれであるとされた。父サミュエル・アイアランドは、 気候文の出版社として成功した人物で、シェイクスピア関連の遺品や儀曲、また骨董品の収集家でもある。当時から現在に至るまで、シェイクスピアの直筆はごく少数しか発見されていない。この当時、シェイクスピア直筆の儀曲の原稿は一つも見つかっておらず、友人や同僚作家、パトロン、演出家、出版社に向けて書かれた手紙の断片も未発見であった。 ウィリアム・ヘンリーは、岩作によって、この空白を埋めようとした。ウィリアム・ヘンリーは、書籍の収集家にもなった。岩作者、トーマス・チャタートンの作品や栄誉ある詩に魅了されたと、後の回想で繰り返し述べている。またジェームズ・マクファーソンの、オシアンについても知っていたとされる。ウィリアム・ヘンリーは、ハーバート・クロフトが1780年に出版した、小説、 恋と狂乱に強い影響を受けた。同作品はアイアランド家の中でしばしば朗読されており、作中にはチャタートニーマクファーソンの節が多く含まれている。ウィリアム・ヘンリーが提投を扱う弁護士の徒弟だった頃、古い時代に作られた何も書かれていない紙に署名を偽造する試みを開始した。父親に偽造文書を見せるまでに複数の文書が暗造されている。 1794年12月、ウィリアム・ヘンリーは、匿名希望の知人が所有する古い文書の隠し場所を見つけ、その中から、シェイクスピア直筆の署名が残された、不動産抵当証書を見つけたと父に語った。当然その文書は、ウィリアム・ヘンリー自身が寄贈したものだが、何年にもわたって直筆署名を探し求めていた父は、大喜びしながら、これを受け取った。 シェイクスピアによって書かれたとされるその文書には、サウサンプトン博に対する謝辞が記されていた。ウィリアム・ヘンリーは、さらなる発見物の制作を続けた。シェイクスピア直筆の約束手形や、プロテスタント信仰の宣言書、ツマンハサウェイへ当てられた手紙、エリザベス一世へ当てられた手紙などである。ウィリアム・ヘンリーはこれらすべてを、匿名の友人が所有する筆から発見されたものだと、 主張した。またウィリアム・ヘンリーは余白にシェイクスピアの装甲が書き込まれた本のほかハムレットやリア王のオリジナルの原稿を発見している。当時に専門家とされていた人物らはこれらすべてを本物であると認定している。1795年12月24日、サミュエル・アイアランドは書籍を出版した。豪華な差し入りで、 多額の費用をかけて制作されたファクシミリや写しのセットである。これらはシェイクスピアによって署名なツインされた法的文書などを複製したものであり、ミセレーニアスペーパーズリーガルインストゥルメンツ、アンダー・ッザ・ハンド・アンド・シール・オブ・ウィリアム・シェイクスピアと呼ばれている。この本は1796年の出版記録に記載がある。この本の内容に多くの人が興味を持つようになり、 次第に、ウィリアム・ヘンリーの策略は解明されていった。1795年、ウィリアム・ヘンリーは、より大胆になり、ボーティガンとローイーナという新しい戯曲を、丸ごと作り上げた。アイルランドの劇作家、リチャード・ブリンズリー・シェーリランは、大掛かりな交渉の後、ロンドンのドルリー・レイン・シアターで、同作品を初演する権利を300ポンドで獲得し、収益の半分を、 アイアランドに渡すことを約束した。シェリダンは、ボーティガンと、ローイーナを読み、シェイクスピアの他の作品と比較して内容が、単純であることに気がついた。俳優であり、ドルリー・レーン・シアター・ロイヤルの支配人でもあった、ジョン・フィリップ・ケンブルは、作品の信憑性に、深刻な疑いを持っていたと後に主張している。ケンブルは、作品を、エープリルフールの日に世に出すことを示唆したが、 これに対してアイアランドは、不服を唱え、上演は、翌日の4月2日に延期されることになった。シェイクスピア関連の偽造文書には、ジェームズ・ボズウェルを含めた著名な信者がいたものの、会議派はそれらの審議に当初から疑問を持っていた。ボーティガンとローイーナの初演が近づくにつれて、同作品が本物か偽作かの議論で、報道の紙面は埋め尽くされた。 1796年3月31日、シェイクスピア研究者のエドモンド・マローンは、噂の文書に関する自身の徹底的な論考をまとめた、アニンクワ i アリー・イントゥー・ザ・オーセンティシティ・オブ・サーテン、ミセレーニアス・ペーパーズ・アンド・リーガル・インストルメンツを出版する。マローンの非難は、細かな文字で印刷された400ページ以上にも及ぶ、分厚い本にまとめられ、 現代の岩作以外の何者でもないことを説得力を持って示した。信者は自らの立場を守ろうと試みたが、学者たちはマローンの主張に納得させられた。ボーティガントローイーナは1796年4月2日、マローンの書籍が出版されたわずか2日後に開演された。 当時の記述は実際の状況と少し異なっているが、それでも最初の3公演が順調に進んだことは多くの人が認めるところであり、監修は敬意を持って聞いていた。だが公演の後期になると、ケンブルは、ボーティガン,ントロ・イーナのセリフアンドウェンディス・ソロム・マカリー、イズ・オーアを繰り返すことで、自身の意見を案に示していく。次第に、マローンの支持者によって劇場が埋め尽くされるようになり、 演劇は監修の矢地に迎えられた。この演劇はたった一度の興行で終わり、2008年まで再演されることはなかった。アイアランドによるシェイクスピア署名の偽造、およそ1795年批評家たちがサミュエル・アイアランドに迫り元作者として非難したとき、息子、ウィリアム・ヘンリーは告白本案オーセンティックアカウントオブザ・シェイクスピリアンマニュースクリプツを出版した。 しかし多くの批評家は、この若者がすべてを一人で偽造したとは信じられなかった。とある新聞は、ウィリアム・ヘンリー以外の家族がさらなる願作物の制作を行っているとき、ウィリアム・ヘンリーが発見物に圧倒されている風刺画を発表した。サミュエル・アイアランドの評判は1800年の死去まで回復することはなかった。1805年、ウィリアム・ヘンリーは、 ザ・コンフェッションズ・オブ・ウィリアム・ヘンリー・アイルランドを出版したが、この自白はウィリアム・ヘンリーの名声の助けにはならなかった。ウィリアム・ヘンリーは下働きの作家として多方面の仕事を引き受けたが、常に貧血の状態であった。1814年にウィリアム・ヘンリーはフランスへ移り住み、フランス国立図書館で働いた一方で、ロンドンでの書籍出版を続けた。 1823年にロンドンへ帰ってきたとき、ウィリアム・ヘンリーは再び貧乏生活を始めることとなった。1832年、ウィリアム・ヘンリーは自らの版のボーティガント・ローイーナを自身の作品として出版したが、ほとんど成功しなかった。最近の学術的な関心は、ウィリアム・ヘンリーのゴシック小説や詩に向けられている。 ウィリアム・ヘンリーの図説ヒストリーズは有名であり、不遇のまま亡くなったというのは、おそらく不正確である。しかしながら、常に貧困にあえぎ、債務者監獄にて多くの時間を過ごし、しばしば友人や見知らぬ人からの借金を余儀なくされていた。ウィリアム・ヘンリーが死亡した際、家父や娘たちは文学基金に救援を申し込んだが、申し訳程度の被待しか受け取ることはできなかった。 ウィリアム・ヘンリーが、チャールズ・ラムやチャールズの実施メアリー・ラムと接触したという歴史的根拠はないものの、ピーター・アクロイドが2004年に出版した、小説ザ・ラムズ・オブ・ロンドンの中で、ウィリアム・ヘンリーは主要な登場人物となった。アクロイドは、自身の物語の中で、史実に対して自由に多くの脚色を加えた。マガジン・ミューズ・ピコグラム2835。ありがとうございます。